チェリー・ジョーンズはアメリカ合衆国の女優、テネシー州出身。主に舞台を中心に活動しており、トニー賞の候補4回、受賞2回をはじめ、名だたる舞台関係の賞で多くの栄誉を受けていることで知られる。2009年からテレビシリーズ24-24-2レギュラー出演し、第61回プライムタイムエミー賞の最優秀女演女優賞を受賞した。 1956年、テネシー州パリスで、花屋の店長を営む父親と、高校教師の母親の家庭に生まれる。1972年、16歳の時に、シカゴで公演していた、舞台、日陰者に出る月で、主演のジョージ・ホーガン役を演じていた、コリン・デューハーストの演技を見て、女優になることを決意した。後年、ブロードウェイで、 同作品の彼女と同じ役を演じて、トニー賞候補になっている。1978年にカーネギーメロン大学の演劇学校を卒業。1980年、マサチューセッツ州ケンブリッジのアメリカンレパートリーシアターを創立メンバーの一人として、旗揚げ手劇団員となる。以後、1991年まで、お気に召すままのロザリンド役、三人姉妹の、 イリーナ役など劇団が制作した20以上のプロダクションに出演した。現在も劇団員として名を連ねており、2002年には女の平和で久々に同劇団の舞台に立ちタイトルロールを演じている。ブロードウェイデビューは1986年。ステッピングアウトにオリジナルキャストとして出演。1991年に我らが 祖国のためにので初のトニー賞候補となり、翌年の1992年に、ボルティモアワルツで、オビー賞を受賞する。その後、1995年に上演された、女相続人と2004年の初演後に映画化もされた、ダウト疑いをめぐるグーワで二度、トニー賞演劇主演女優賞を受賞、2000年の、日陰者にてる月を合わせて、 これまでに4度演劇主演女優賞で候補になっている。1997年12月にオフブロードウェイで開幕したプライドエスクロッシングでは同年に行っていたサンディエゴでの公演から引き続き参加し、翌年に発表されたドラマデスク賞、ルシール・ロー・オーテル賞などオフブロードウェイを対象にした名だたる賞を総なめにしている。また、 ダウトでもこれら二つの賞に加えて二度目のオビー賞も受賞している。ドラマデスク賞は女相続人でも受賞しているので受賞は3回。候補はフェイスヒーラー霊能治癒者も合わせて4回となる。最初のトニー賞受賞後は映像作品の仕事も増え、映画では作品の脇を固める重要な役を多く演じるようになる。代表的なものとして エリン・ブロコビッチの原告団への参加を拒む、水質汚染の被害住民の一人や、サインの女性警官役などがある。クレイド・ミルロックでは、映画の中心人物の一人である、連邦劇場計画のリーダー、ハリー・フラナガン役を演じ、数多くのアンサンブルキャストの中から、クリト・ルーディス賞の助演女優賞候補に選ばれている。テレビでは、ジーン・ワイルダー支援の、 名探偵は演出家2作品でヒロインを演じ、また、実話をもとに、ライフタイム曲が制作した、愛と憎しみの法廷では、人工受精で子供を得るレズビアンのカップル役として、ブルックシールズの相手役を演じた。2009年、24、24-2、アリソン・テイラー大統領役で第7シーズンより、レギュラー出演。アメリカ初の女性大統領という役柄を演じ、 第61回プライムタイムエミー賞の最優秀女演女優賞を受賞した。私生活では同性愛者であることを公言しており、2003年から女優のサラ・ポールソンと付き合っていたが、2009年に別れた。AB 初登場は2008年に放送された24リデンプション。 abhttp コロンスラッシュスラッシュ www.filmreference.com スラッシュフィルムスラッシュ177スラッシュ cherr はイッシュ j o n e s t h t m l ハット a b ジェリージョーンズバイオグラフィーヤフームービーズ o v i e 2 0 1 3年2月1日閲覧 a b ダウトの初演は オフブロードウェイでの公演となり、2005年3月に、ブロードウェイの劇場へと引っ越しして公演が行われた。チェリー・ジョーンズ、ローテル・イー・キブ、2005年11月2日時点の、オリジナルよりアーカイブ、2013年2月1日閲覧。ジョーンズ、ポールソン・ハブ、ハピエスト、ブレイクアップ、24の女大統領チェリー・ジョーンズ、同性愛の恋人サラと破局。 シネマトゲー。http://www.cinematoday.jp ページ n00201052013 年2月1日閲覧。ありがとうございます。